皆様ごきげんよう、今日はですね、ワン中村さんと初めての対談です。お願いします。はい、お願いします。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。まあ、ちゃんと会うの初めてですもんね。そうです、話すことすらも多分、うん、あの前の会見の時にちょっとなんかね、そうですね、長いとか言っちゃいましたけど、まあ、長いって言ってたんですけど、そう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 、それについて、はい、そうですね、くらいですよね、あそこで初めて会見したくらい、あの瞬間ぐらいだけですね、あとは全くないんで。一番最初ブレイキング5でオーディションに来られたんですよね。そう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 。で、僕はね、もう一発でこの、なんていうのかな、ワードセンスだったりこのキャラクターを見抜いてたんで、試合してほしいなっていう、僕が言ったんですよね、確かに。そうなんですよ、そう言ってくれたことがまあスタートだったんですけど、はい、ちょっと怪しい人なんじゃないかみたいな、多分上が、反射チェックってやつですね。そうです。反射チェックして引っかかったってことなんですか？いや、その結論の答えは何も聞かされてなくて、ただ連絡が全くなくて、でスポンサーとかかけるじゃないですか。一応試合を決めていただいたから、はいはい、あの時一応やろうとしてた人がいて、で、まあ、1ヶ月後ぐらいが試合だったから、まあ、スポンサーとかも募らなきゃなみたいな話をしてたところで一向に連絡がなくて、まあ、飯田さんとか知ってる方たちが連絡先分かってたんで、なんか来てますかって言ったら、みんないろいろ煽りとか撮影が始まってるって聞いて、あれって思って、まあ、メールをこう何度か運営とか担当してくれた方に二手に分けて同じものを何回か送ったんですけど、はい、一向に待ってず送らせず連絡なくて、最後ちょっと感情的なメールに返信して、いい加減にしろって、ちょっとそこでいよいよまた裏の方に戻ったような内容になっていったら、慌てて、まあ、ちょっと遅くてすいませんけど、まあ、実はいろいろ諸事情があって、だけど誓約書ある通り、亡くなってもっていう話になってるから、お許しくださいね、また次回お願いしますみたいなのが来たけど、おかしくないっていうので終わってたってことなんですね。それが今回のストーリーですね。はい、いや、迷惑をおかけしました。いえいえいえ、ゆくんがやって動いてたことじゃないんだよ。いや、でも本当に危ない人だと思われたでしょうね。そうそう、それがまあ理由でダメだったのか。はい、実際はでもどういう人生を歩んでこられたんですか？実際は確かにアウトローっていう要素も多々あるんですけど、はい、実際本当に学歴ひけらかすわけじゃないですけど、一応大学院まで出てて、はい、大学でも職員として働いてたこともあったり、もともとサッカーって競技をやってて、プロサッカー選手を高校生ぐらいまでは目指してて、で、まあ、最終的にやっぱ一歩届かなかったんですよね。はい、でもいい線までやっぱり。そうですね、あのジェフユナイテッド千葉ってところの J リーグでもあるチームの、まあ、ちょっと練習生というか、契約候補生みたいな形で練習に参加させてもらったりみたいなところ行ったんだけど、ちょっと本契約をいただくまでにはいただかなくて。体のポテンシャルすごいですもんね。試合見てても瞬発力がすごいあるから、あ、運動神経いいんだろうなと思って。そうですね、競技的には球技もスポーツ全般的にできない、できる方かなというか。サッカーの夢破れて、あ、そうですね、そこからどうなったんですか？で、まあ、学歴もその時までは全くなくて、偏差値って何か知らなかったような人生だったから、まあ、一番嫌いなことって何だろうなと思って、そしたらやっぱ勉強が一番嫌いで手をつけないできたから、一番嫌いなことをやってみようと思って、得意なことやるのはみんなやってるけど、一番嫌いなこと手をつけたらもしかしたら人生変わるかなって思って、でそれで浪人っていう生活を選んだんですよ。なるほど。高校を出て1年間、はい、だからもう本当に英語で言ったら SVO とか、はい、もう本当になんかよくわからない基本の、はい、そこからもう本当に1日十何時間という勉強をただ1年間ひたすら繰り返して、ただあのもちろん推薦とかもないんで自力であの大学に受かることができて1年間、そこからそうですね、で父親も時同じく亡くなっちゃってるんですよ、僕。その大学に入ったと同時ぐらいで、はい、ですから大学の学費も全部自分で払ってて、二十何年前の話ですよね。そうです、そうです、そうです。19、20歳の辺から大学と大学に出るまでの間も自分でお金を工面して、どうやって工面したんですか？実家が農業で山梨でブドウを作ってるんですよね、はい、まあ、でそれなりに広さを広くやってたもので、だから親父が死んだその後から農家として、はいはい、農作業をしながら1年に1回の収入を得られるその果物を作って大学っていうのの学費を捻出してっていう形で大学生活を送ってたんで、まあ努力してた方の方が強いんだけど、キャラがそんなに悪い部分もいっぱいあったんで、喧嘩っ早かったとか。でも大学はちゃんと卒業されたんですよね？あ、もちろんそうです、してますね。でそこからどうなったんですか？で大学院に行って、4年間終えた後大学院の2年、その同じ大学の大学院に入って、でそこも終えた後大学のそのまま職員として入って働くようになって、
ああ、ええー、全然ギャップすごいですね。そうなんですよ。インテリヤクザってことですか。そう、まあ、まあ、ヤクザじゃないですか。それことをミクル君が言うと、ほら、散々、影響ある人がそういうこと言っちゃダメって、某 K1 選手のことを言ってたわけだから、ダメですよ、だからそういうこと言って。でも、やっぱり、例えば、入れ墨とか、はい、どういうタイミングで入れたんですか、じゃあ。もちろん、それはね、19、20歳の頃に、もちろんっておかしくないですか、話してもちろん合ってないです。まともな部分とアウトローの部分が混同してハイブリッドして生きてたんで、ハイブリッドって言い方がいい。そうそうそう、よくしてますよね。そうそうそう、そんな入れたまま大学行ってたんですか。行ってましたね。それで、そう、入れ墨のかっこいいってスタンスから入ったんだけど、いざ掘ってもらったら、なんでこんなにインクでグラデーションとか肌でこんな表現ができるんだろうってことに興味持っちゃって。そっち側の。そうなんですよ。で、まあ、彫師って2パターンあって、はい、1問に入るか教わる先生をつけるか、はい、独自でやるかなんですよ、はい、で僕は独学の方を選んで、はい、自分でその機械を組み立てたり、自分の体で練習してってところでそのストーリーを作っていったって感じです。あ、自分もじゃあ得意なんですか。あ、僕彫師なんですよ。あ、そうなんですか。僕本業、はい、こういう眉毛とかも全部体もほぼ自分で入るとか自分で入れてる、自分の体で練習して。じゃあ絵とかもとんでもなく上手いってことですね。とんでもなく、まあ、まあそうですね。基本パロるんですけど、こういうデザインをしたいって、はいはいはい、だから創作してる部分もあるんですけど、どちらかというとやっぱ入れ墨って結構イメージされてる、お客さんがイメージしてるものをいかに同じように表現してあげるかってことだから。じゃあこういうものをこう描く方が得意ですか。そういうことですね。だから本当にデッサンするとか、そういう絵は得意ですね。字はそんな汚いんですけど、はい、へえ、すごいですね。そんな感じのストーリーで、伝説の彫師とか言う人もいるし、なんかそういう伝説のアウトローとかってワードつけられてるけど、まあ、そんな感じでやってきましたね、はい。じゃあ大学はそのタトゥー入っててもいいですもんね。まあそうですね。一応いいのか、そうか、誰でもいけるんですよね。そうですね、はい。夏場とかはこう見えた状態で授業受けたりして。あ、そう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 、そんな感じ。別にそれがいけないということもない。ないですよね。僕大学行ったこともないから、はいはいはい、ちょっと高校とか中学を想像しちゃうから。ああ、それだと通用しないですけど、大学はもうほぼ社会人って扱いに切り替わる本当に大きなラインなんで、別に本当にもうみんなピアスもこんな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 空いてる子もいるし。でも当時の和彫り、はいで、はいはい、結構もうそっち寄りのイメージってなんですか。あ、もちろんそうです、ね、今でこそなんかだいぶ和彫りの部分っていうのはちょっと大人になってからの方で入れてて、あ、その当時はポイントの部分ですね。こういう、はい、トライバルを入れたりとか。当時って結構まだ 今ほど理解が深まってないじゃないですか。いや、もう全然ないですよ。お風呂はもちろんもう温泉系は全てストップだし。じゃ結構大学 その人たちが惹かれるような感じだったんですか。あ、やっぱちょっとそうですね、怖がられてるというか。もちろんそこでも喧嘩とかも普通にしてたんで。大学の中ですか。そうですね。あるんですよ結構。大学って何、どのぐらいのなんか緩さなんですか。何かあればすぐ逮捕だし、そういうところはもう高校とかああいうところは学校が多少守るみたいな要素もあるけど、うんうん、大学ってやっぱり冷たいと言ったら変ですけど、うん、もう大人としての扱いになるんで、酒飲むこともそうだし、それだけに限らず、その事件に限らず、あとトラブル、うん、でまた何千人っていう人たちがやっぱ全国からこう各大学来るから、そこからデビューしちゃうとか、大学デビューってやつ、そういうのもいるし、やっぱりいろんな意味でこうまたそこも混同する場所でもあるんで、やっぱトラブルも結構あるんですよ。ただただ勉強してる人間だけじゃなく、もしくは高校までで勉強は燃え尽きちゃって、さあこっから遊ぶぞ、やんちゃするぞ、女、金、欲ってことを急に出す人たちも増えるから。確かに渋谷のセンター街が学校になってるみたいなところもあるんで。へえ、はい、確かになんか若い時15、16の時にこう不良してた子よりも、うん、大学行ってからデビューした子って、うん、結構なんか悪い方向のなんか悪さしますよね。そうそう、やりさとか、そうそう、ちょっと笑えないレベルのことというか、うん、多かったりするから、僕はちょっとそれまでの方に悪さしてたから。ああ、そうなんですね。逆に言うとそこで見る人たちはどっちかというと喝を入れる方に近かったというか。じゃあ最初にもう15、16の時にはちょっと悪い道の方に行ってた。ああ、もう、あ、そうですね、行ってたけど、ちょっと改心してこう勉強の方に進んだっていう。あ、そう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 、あれですね、与沢翼さん的な感じ。ああ、確かに与沢さんも確かに元々不良で、はい、あ、そうなんですね。なんか勉強して早稲田行ったとか、なんか言ってたんで。そうですね、やっぱ頭、地頭がいいですね。
そういうワードはあまりその当時僕聞いたことは知らなかったけど、今最近なんかそういうワードたまに言われることはありますね。ジャータム・グイとかも普通に学歴もあるのか。そうかそうか、僕は中卒なんで、あ、はい、ジャータム・グイとかよく言われますけど、あ、普通にいいね、はい、学歴を持ってるってことですね。あ、そうですね、はい。で、そこから大学の教師をやったんですか。教員とか教授ではなくて、その職員って方ですね。ちょっと生徒指導的な要素をやったりとか。すごいっすね、あるんですよ、そういうジャンルは。GTO や、そういうジャンルがあるんですよ。職員っていう、あ、もちろんスーツ着て。スーツ着て、でも入れ墨は、あ、まあ、まあ、出さないです、出さないです、出さないです、ね、隠しながらいたから、そこまでこうヤバい先生とはなってないですか。あ、そうですね、なってない、そういうことは、はい、なってないですけど、やっぱ頭がいいとは言っていただきながらも、根では地悪い部分もあるんで、うん、やっぱりそのちょっと正義感が強すぎる、義教心なんて言葉がありますけど、いますよね。そっちの方が強くて、弱気を助け強気をくじくじゃないんだけど、やっぱそういうトラブルは常にこう人生ほぼあったかなっていう感じですね、どっちかというと。で、それは何かがあってやめられたんですか。一番はそのなんだろうな、僕の中ではやっぱその自営業っていうのはやっぱやりたくて、やっぱそのお金に対してもなんかいれば月いくらもらえるっていうスタンスがあんまり好きじゃなくて、あ、それ僕も一緒ですね。そう、なんかこう使うと受けることが、まあ、ヘッドハンティングじゃないけど、なんか営業職みたいなのに結構引っ張られることが多々あって。確かにうまそう。そう、そうなんです。ちょっと詐欺師みたいに扱われてるんだ。一軒家をこう建てるお家のこう建築、まあ、オニマルホームさんじゃないですけど、そんなようなところから結構声かけていただくことが大学時代から多くて、で僕その時そう言っちゃったんですよね。あの月いくらっていうのがちょっとやっぱちょっと違うから、例えばじゃあ1億月売り上げたら、そのうちの半分の5000万俺にくれよっていう面接をしに行ったぐらいのタイプで、結果出すからその分よこせよっていうか、それが男だろみたいなところを出しちゃうタイプで、っていうのが自分の中で仕事っていうスタンスでいたから、そうするとやっぱサラリーマンに入ったんですけど、やっぱ全然面白くなくて、もう毎日がなんかただ心にも雨という雪が降ってるというか、寝ててももらえるし、サボっててももらえてたから、そういうのでちょっとこうやりがいはなくして、そうですね、やっぱやりがいがないんで、まあ、学費分ぐらい少し回収したら自分の道を歩むのかなっていう形で、まあ、日焼けサロンっていう事業を始めて手をつけたんですけど、僕が今ちょっと山梨で2店舗ほどやってるんですけど、あ、今もやられてる、まあ、だから黒いんですよ僕。あ、本当だ。あ、そうそうそう、あ、本当だって。結構出だしから俺黒いけどね。結構いろんな、なんかキャラが濃すぎて、そこを忘れてました。そうなんです。いまだにやられてますね。あ、もちろん、はい、一時期なんかめちゃめちゃ流行りました、ね、あ、もちろん、ね、アウトサイダー時代くらいかな、はいはい、あの頃めっちゃ流行ってたから、あ、みんな日焼けサロン、ギャルとかギャル王なんていうの、はい、ちょっとオラオラ系なんていうのが流行った時代に、まだもう20年ぐらいやってるんですけど、へ、すごいですね、はい、結構大きいんですよ。日本で一番大きいんじゃないかな、僕のお店は。多分日焼けサロン、あ、何個ぐらい置いてあるんですか。20台置いてます。すごい、はい、機械だけでも、あの、それが2店舗あるから40台か。うーん、あ、山梨でも、はい、すごいですね。山梨の人はそんな日焼け好きなんですか。いやー、というか、なんか僕自身のスタンスとして、うん、なんかどうせやるなら一番でかいものを作ってやろうっていう、なんかちょっとよくわかんない、そのでもその結局、うん、お客さん来るからそれ成り立ってるわけですね。そう、まあそういうことですね。20台分回るぐらい、まあそういうこと、真夏でしたらもう本当にそれが回るし、うん、話題性的な要素も含めてで24時間でやってるんで、しかもセルフなんですよね、はい、お金は自分でコインタイマー入れて、で入り口は顔認証機で、だから鍵とかカードとか日焼けサロンってみんな持つイメージがあるけど、僕のところは普通に来て顔を照らせば鍵が開いて入っていくよ、セルフ式でやらせてもらってるんですよ。へ、だから人件費もかかんないし、新しいですね。そうですね、ちょっと新しいやり方、まあ多分そうですね、日本でもこの顔認証を入れてそれで出入りしてっていうのはあんまり、まあ、スポーツジムにちょっと近いんですけど。じゃ掃除は誰がするんですか。あ、それスタッフが必ず1日1回というか、あのルーティーンでそれを回らしてっていう形で2店舗やってる形になります。はい、じゃあ、 事業はその日焼けサロンだけなんですか。あと無料案内所っていうのやってます。あのキャバクラとか。あ、そうそう、そこに、あの本当に繁華街のど真ん中になるんですけど。あれってどういう仕組みなんですか。無料案内所ってその店側からもらえるんですか。あ、ねパターンがその各地域ごと違って、やっぱ都内とかその、ね、あの新宿とか歌舞伎町とかってなると、あそこにこう看板が女の子たち貼られてるじゃないですか、はいはい、あそこを買うんですよ、枠を。あ、だからスポンサー、そういうことですね。要はこの、あの看板のパンツスポンサーみたいなもので、そこを例えば1枠30万とか月額
なるほど、新宿とかだと。だけど僕の方はその全然そんなことやってなくて、はい、ほぼボランティアですね。本当の無料は大丈夫？本当に無料、ほぼ、まあ、ちょっとその看板料っていうので月額数千円とか、はい、1万円とかもらうんですけど、ほぼ本当に案内することだけを平等にっていうメインでやってて。何のためにやってるんですか？夜の世界もやってたことがあって、まあ、隠してもしょうがないんで風俗とかも経営したことがあって、はい、で結構夜の世界に結構長くいたのもあって、その、はい、自分の、まあ、もちろん日焼けサロンとかもやりながらですけど、はい、でその時に案内所って2種類あって、一つが自分のお店の例えばキャバクラをやってらっしゃったとしたら、客が集めれる要素としてその窓口として無料案内所を作るんです。法律的にキャッチっていうのは基本違法だから、道端に立ってる男の子たちっていうのは、うん、客引きっていうのは、だからそこに案内所っていうのを作ることで、お店は5階とかにあったりして上から追い来いよとは言えないじゃないですか、うん、だからその無料案内所を作ることでワンクッション経由させれるから、うん、っていう無料案内所は結構多いんですよ、うん、でもそれって結局自分の店に流されちゃうから、思うようなサービスを受けれなかったり、うん、話と違ったりなんてことももちろんある可能性もあるし、だけど僕がやってるのは、僕自分自身は飲み屋さんとか経営してないんで、はい、できれば平等にやってあげたいなっていう趣旨で作ったんですよね、もう10年以上やってるんですけど、で自分自身の店に流さなければ金額も嘘つかないし、あとはお客さんに裏切られたなんてこともないしっていうことで、メリットって何か一つでもあるんですか？あ、そこをやってあげることでやっぱそのお互いがこう信頼関係ができるから、そういうことです、そういうことです。それによって何かトラブルが起きるときもお互いでカバーし合えるし、うん、お金とかそこにやっぱちょっと正直それはあんまりないんですけど、はい、そういう感じでやってます。なんかその最初のオーディションの時に、うん、こう裏の世界から出てきたみたいな言ってたじゃないですか、うん、あの表の舞台、はいはいはい、あれは裏の世界ってどういうことなんですか？ あれは俺の中では、はい、ただ純子とのトラブルがあってから、はい、あんまりそのなんか俺は純子と俺はやった人間だぞとかって出てくるのもおかしいし、はいはい、だから自分の中でただ経営者として裏方の方で生きてきたけど、なんかいよいよそのまあ、インフルエンサーじゃないけれども、まあ純子と対等なステージに上がるために表に俺は出てきたっていうのに、プラス純子がほらあのここに出てこれるような人間じゃなかったとか言い出したから、だからそれで俺はまあそういうこと言うからって思いながら、そうなんですね、バカ野郎って思いながら俺は聞いてましたからね。まともな人ってことなんですね。そうですね、本当にもう極道の方なのかなと思ってたから、みんな思ってたんですよ、その視聴者も会長も。そうですよね、だからあの言い方と、はいはい、そうですね、タイミングが全部あって、その辺のあとそれに付随するその純子が言うワードとか、もう一生関わらないつもりだったからとか、ああいうことによってどんどん、だから編集マンがうまかったと思ってもらった方が、いやでもあれは そのままですよ。あ、そうでした、そっち本当そっちなのかなっていう、いや思いました、思いました。あ、そうなんだ、それ思いましたって言われるこの一言が大きいからね影響大きいからね。でもまあ今がその、はい、まともなんだったらそれはブレーキングダウンとしてはいいのかなと思うタイプだから、まあ、ああ、そうですね、はい、いやもちろん今はもう全くもちろん本当に何もそういうことなくやってます。もし仮に極道だったとしてもですよ。ああ、そうなんですね。今もう関係なかったらいいのかなっていうタイプなんで、うん、所属はしたことないですから本当に。所属は部活みたいな感じで言われても在籍はしたことないですから大丈夫。そうですね、はい、格闘技ちゃんと強いですよね。あ、そうですか。やってたんですか結構？大学生活の時にテコンドーっていうのをやってて、ちょっとオリンピックを目指そうぐらいの勢いで結構真面目にやってて。あ、そうなんですか。あ、これは多分表に言ったことないな。多分経験としてはテコンドーやってましたぐらいで終わってるんですけど、実は本当に全日本選手権とかもちょっと出たりとか。実は結構ね、足だけなんでね、あのパンチはなくて。パンチの方が上手くないですか？ちょっと最近上手くなってきちゃって、ちょっと最近味を締めて蹴りにそんな、なんかローキックしか打ってないイメージしかないですけど。あ、そうそうです、もう年とともに上がらなくなってきて下がってきたんですけどその当時は結構いろいろやってたんですけど、うん、で7、8年ほどやって1回もう年齢的に、あとビジネスを自分でやるようになったらもうそれどころじゃなくなっちゃってやめちゃったんですよ、はい、でその数年前にブレイキングダウンが始まったことを知って、最初入れ墨ダメだったじゃないですか、ワンの時とか。そうですね、そう、ジムでやってたからね。そうだからそれで、あ、俺なんかこういうのは絶対出れないんだろうなぐらいで見てたら、3回目か分かんないけど純子が登場して、うん、そこで、あ、純子元気してんだっていうのを知ったんですよ。おで活躍を見てて、あ、昔と変わったなっていうのを見てて、あ、でもなんか自分の中でやっぱそれと同時にモヤモヤがずっとあったものがまた生まれ始めてきたから、俺も謝りたかった部分があったし、まあ、彼ももしかしたら結局今聞くとあったってことだったから、うん、でもなんか道端でおい純子ちょっと出てこいよっていう話じゃないから、うん、でもあそこの舞台で俺も立ちたいって思うならちゃんと逆算して
自分もそういう SNS 活動をして対等までいかないかもしれないけど何かしらの結果を出してそこに上がりたいっていう気持ちが芽生えたからこういう活動をまた表に出てきたというかっていう意味の表なんですけど、はい、はい、そうですね。2人ともあれですよね、ワードセンスがすごいし独特ですよね。そうですか。ウリタさんはね、あのアウトサイダー時代から見てますけど、はい、今が一番かっこいいですよね。ああ、確かに、うん、なんかこう、今はハッタリで生きてないから。そうですね、はい、本当に色気というか、うん、大人になったなっていう一言です。僕が昔トラブルあった時は大人じゃなかったから、はい、まあそんな気がします。そうですね、はい、いつでも壊れちゃいそうな生き方をしてたんで。繊細ですよね、ウリタさん。そうなんですよ、そうなんですよ、本当に。そう、そこはもうおっしゃる通りで、まあ入れ墨もOK になったのかなっていうのも含めて、自分の中で逆算してストーリーを描いて、まあ、登場する上でこんな赤い服を着てみたり、杖をついてみたり、自分のセルフプロデュースで何か違う部分、暴れるだけじゃない何か違う部分を、多分今後のテーマにもなってらっしゃる部分だと思うんですけど、自分の中の新しいなんか表現の仕方っていうのをなんか出してみたいなと、はい。まあ、実際の5で落ちたというか、はいはい、まあ、そうですね、亡くなっちゃって、でその後喧嘩バトルロイヤルっていうのを出られたじゃないですか、うんうん、はいはい、僕は SNS 活動もずっと見てたから、ああ、はい、すごい数字持ってる人だなと思ってて、うん、だけど今回のこの6も運営は出す予定じゃなかったそうと、うん、ああそうなんですね。喧嘩バトルロイヤルって強豪だし、うん、宣伝になっちゃうから、うん、ああそうですね、はい、確かに確かに。本戦も出てないのにひな壇に座るのって意味わかんないじゃないですか。うん、確かにそうですね。でも僕が全部通したんですよ。あ、そうなんですか、ね、ありがとうございますそんなそうなんですか。そうです、僕が通したんですよ。そうなんですか。ありがたい。そうですね、僕はなんか絶対数字を持ってる人だと思ったんで、はい、ありがとうございます。そんなこと言ってくれたらもう信者になっちゃいそうな俺が信者になっちゃう崇拝しなきゃいけないわけですよ、これ。いや、本当ですよ。でも本当に面白かったですよね。あ、ありがとうございます。ユーゴさんを選んだのもそうだし、はい、やっぱユーゴさんとの戦いもね、盛り上がったし、はい、試合後に泣かれてたのがめっちゃ印象的でしたけどね。ああ、そうですね。もうあれは、まあ、ミクル君とかね、そのユーゴさんたちのレベルからしたら本当ちっぽけなものかもしれないけど、急に走馬灯みたいに出てきちゃって、あの喧嘩バトルライアルですね、だけじゃなくて、違います、やっぱ本当に応援してくださった方とか、お守りみたいのをくれた人もいたり、その、まあ、普段で普通には起きてることなんでしょうけど、はい、気づかず背負ってるというか、僕緊張も基本しない人間だし、あんまりなんか自分が頑張ればそれでいいんでしょうぐらいで思って向かってた姿勢があったから、はい、終わったと同時になんかふと力抜けたらいろんなしてくれたことが一気に襲いかかってきて、はいはいはい、そしたらなんか喋ろうとしたら喋れなくなっちゃって、しかも何十年ぶりに涙が出てきたから止まんなくなっちゃって、はい、SNS でブレイキングダウン選手もそうですけど、はい、結構急にこう影響力がつくから、はい、すごいプレッシャーってあると思うんですよね。なんかなんていうか、そのアンチコメントが気にならないと言っても、はい、なんか無意識レベルで、はいはいはい、こう背負ってるものがみんなあって、そうですね、結構追い込んだりもしてたのかなと、うん、その練習自体も、まあ、練習はそうですね、してましたね、ちゃんと。だから結構勝ったら一気にね、安心するというか、うん、そうそう、力が終わったんだなって思った瞬間、なんかそこに人がとか、なんかそういう勝ったとか1000万も払わなくて済んだとか本当にどっか飛んじゃってて、ただただ涙が出てきちゃったから、そんな感じでしたね、本当に素直な気持ちとして、はい、いやでもいい戦いでしたね、本当に。そうですか。プロ目線でもそれなりに数通り、いや一番盛り上がってました、最後の辺とか。あ、本当ですか。もう自分はもう外の声は何も聞こえなかった。すごいいい勝ち方だったっすね。あ、本当ですか、はい、だって僕、あの圭之助選手が KO するまで KO 賞バンサーしてたんで。あ、そうなんですか。あれ最後にあの圭之助選手が勝ったから、はい、変わりましたけど、はい、僕もリングの下で待ってましたからね、ま、呼ばれて何で呼ばれてんだろうなと思ってて見てたんですよ、そうで。ですげえ倒し方しちゃったから、想像もつかない光景を目の前にして、で、中村さん、まとめに戻ってくださいって言われて、あ、そういう感じだったんですね。そうそう、なんかそんな影で全然主張されないから、僕話もしなかったんで、今こうやって聞けて、まあ、改めて嬉しいですね。もう優子さんとはあれですか、対談されたんですか。ああ、ラジオで。ああ、そうなんですか。はい、あの1000万どうするかの話も詰めさせてもらって、なんか体格といい、なんか年齢も近いですよね。そうです、ちょっと下ですね。リンクする部分ありますよね、お互い代表同士で。そうですね、なんか
面白かったというか、受けてくれたこともやっぱありがたかったし、競合っていう目線を持っていただけただけでもありがたいというか、むしろ僕も代表とは言いつつも、なんか拾ってもらったグループ組織なんで、ブレイキングダウンがなくなったことでもう出れなくなっちゃった人間だけど、よかったら出してくれるかって言ったら、すごく気楽にいいですよって言ってくれたことへの感謝で、まあ、数字を持ってるなんて言葉も言っていただいたけど、少し何か恩返しができるなら、その組織に還元できることをしたいなって思って、その喧嘩バトルっていうのに今僕関わってて、だからふさわしい人が現れれば、僕はいつでも手を引くって言ったら変ですけど、まあ、卒業しようと思ってて、たまたま肩書きが代表だったから、過去の因縁的なイメージで優子さんに挑戦させていただいたっていうストーリーなんですよ。はい、ポーランドさんとやったサトルさんじゃなくて、はい、もうその喧嘩バトルライブで戦ってました、ね、決勝戦で、はい、戦って、だからそう考えるとバズさんって結構強いですよね、多分。そうですか。ある程度なんかブレイキングダウンの上の連中とやり合えるレベルですよね。本当ですか。飯田さんとやって勝てる自信ありますかって言ったらあんまりないですけど、まあ、飯田さんとは言わないですけど例えば日健くんとか、はい、川島さんとか、はいはい、この辺と十分に戦えるっていうか勝負のありますよね。そうですか。だから僕ウリタさんは勝てないんじゃないかと思っちゃうんですよね。分かんないですけど。あ、僕にですか。はい、体重差も結構ありますよね。あ、そうです。だから一応ね、いよいよもうやりたいなって思ってる、本当は今回やるべきかとも思ってたんですけど、うん、バズさんがよくけじめって言ってるんですけど、はい、けじめじゃなくてなんかウリタさんがけじめになりそうな感じがするからそれどうなんかなっていうのを思ってます、僕は正直そうです。けじめっていうか、あの前回もう一生かかる気がなかったって言われた時点で、はい、でももうやらないんだろうなって思ってたんで、そしたら彼が自分の YouTube でその前に一回けじめつけようぜっていう動画を上げてくれて、ラブレターっていうテーマを、その件に関しては僕何があったのか知らないんで、どっちが悪いとかどうか分かんないですけど、はいはい、どうなんでしょうね。まあ、ウィータさんもでも強くなってますもんね。はい、だからもう最近彼が自分でもまた動画上げてて、75ぐらいまで下げてくれたらそれでやったらどうかっていうのを言ってくれて、だから僕もまあ格闘家じゃないんで、喧嘩バトルロイヤルが初めて試合してるんで、あ、そうですね、試合経験ないんですよ。本当にちゃんとやった経験が、だからセンスがすごいですね。もうだからもう喧嘩バトルで4回、1回戦から決勝まで4回やった試合で優吾さんとやってるっていうのは、僕の5戦4勝1敗っていう、うん、センスすごいですよね。喧嘩はでもたくさんやってましたよね。はい、あ、まあ喧嘩はそうですね。ですね、むしろあのそうですね、殴られることは怖くないというか、多分見ていただければ、うん、パンチを怖がってないのが、はい、なんとなく、はい、そこは気づいていただけるかと思うんですけど、はい、怖くないというか、顎さえ引いてればなんとかなるかなっていう、よくわかんない素人なりの変な度胸があって、うん、じゃあ2人はもう1回やる、うん、まあそんなでもこの言う話も理解できるし、でも1回やるって本人ももう、まあ確かにね、言ってくれてるから、見たいは見たいですけどね、こうストーリー的に。あ、そうですか。だからそこを完結して、ウリタさんが勝てばストーリー性あるんですけど。あ、そうなんですよ。ですよね。はい、勝っても綺麗じゃないですか。僕は勝ったらどうなん、叩かれちゃうのかな、逆に。なんかこう、だからもやもやが視聴者に残りそうなのが、わかります？なんか。そうね、何があったのかは知らないですけど、その時は、ウリタさんがボコボコにされたんですよね。事件の内容はそうなんですけど。ですよね。だから2回やられてるわけですか。そうです。もし負けたら。まあそういうこと。なんか、もやもやめちゃめちゃ残る気がしますけどね。そうですよね。なんかノーガードで打たせるぐらいだったらちょっとかっこいいなと思う。ああ、なるほど。あ、でもまあそのぐらいの覚悟はありますけどね、僕としては。だから変に駆け引きする気もないし、うん、別に作戦はとか聞かれる必要はないってやっぱ思ってて。確かに。あ、もちろんやるならもう最初から、それは無制限であれ1ラウンドであれ行く気でいますけどね。確かに見たいですね。でも6.5 か7ぐらいで、はい、そうですね。結構あのオーディションでも意外と純子と僕モテモテだったじゃないですか。モテモテですね。モテモテじゃないですか。喧嘩バトルロイヤルにもそういうのがいっぱい来るんですよ。あ、そうなんですね。やらせろっていうのは。で、そうなったら、るからね、そうなったらもう2人でやった方がいいんじゃないかな。2対2。そう。ああ、それは確かに。それはちょっと2人の小言親父が、その威勢のいいあのツンツンみたいなやつを楽器をこう、楽器じゃねえな、ツンツンと感動。ちょっとか、もしよかったらそういうのを。確かにそれ面白いですね。ちょっと本音としては、多分純子もそう思ってると僕は思います。はい、確かに。まあ一回じゃあ。やらないとそっちに行っちゃいけないような気もしてて。まあ彼もそう言ってたからオーディションで。まあでもなんか本当に、拳を交えるのって分かり合いますからね。そう、何よりも、ね、男ってもうなんかもうちっちゃい頃から、喧嘩したやつが一番仲いいし、今も仲いいし、今でも親友だから。下手に話すより殴ったら分かり合いますよね。そうなんですよ、うん、もう詐欺師みたいなことしてもしょうがないんで、口から血流してようやく仲良くなれる部分があったりするんで、それはもうおっしゃっていただいてる通り、その気持ちですね。はい、
なるほど、うん、じゃあ次でウリタさんと。そうですね、いよいよ。まあ、オーディションとか挟むと大人気すぎるから、はい、本当6点後でやれたら面白いかもしれないですね。なんかストーリーもできてるじゃないですか。まあそうなんですけど、体重を落とせっていうのがまず。あ、そっかそっか、12月4日だから。そうなんですよ。だしちょっとその日がね、ちょっと違う予定も入っちゃってるんですよ。決まっちゃってる仕事ももしかしたらありそうで、ちょっとスパンがあまりに近すぎちゃって。確かに遅くとももちろんそれ以上引っ張る気はないんですけど、はい、やれたらなぁとはやっぱ思っていて、うんうん、オーディションで決まりそうだったのにまたなんか伸びるかもしれないですね、人気すぎて2人が。ああそうか、別のそうですね。それか審査員の方に隠れさせていただくか、住人に来てきてるんです。ああ言ってた僕は冗談じゃないですけど、まあ、それもなんか面白いですよね、バンさんのツッコミが面白いから。あ、そうですね、結構人気でしたよね。はい、思ってた以上にいろんなワードがまた考えてなかったんですけどね。別にあれは思いついてただ言っただけなんだけど。これからのそのなんか人生の変更はあるんですか、うん、やっぱブレイキングダウンに出て変わったと思うんですよね、うん、なんかあるんですか。ありました、ね、夢とか。やっぱりなんか本当ぼんやりしてるというか、ただ結構皆さん有名になりたいとか夢が大きい話をするじゃないですか、うん、でも正直あんまりそこ強くなくて、うん、みんながしてほしいっていうことはもうおっちゃんだから、そんなに長く戦うのもやっぱどこか限界の方が、回数も限られてるし、 YouTube のこういう撮影もあと俺が1000回できるとしたら1回ずつ減っていくような状況、逆算の計算の方がマインド的には強くて、だからそうなった時にここを目指すぞとかアメリカ行ってやるぞとかっていうよりは、限られた回数をみんなが笑ってくれて、なんかその心にある雨や雪が降ってる人が明日もなんとか頑張れたらな。ミクルフがよく言う視聴者のあれですよっていうワードが結構ちょこちょこ登場するじゃないですか。まさしくその通りで、それを言ってくれたことをやってあげたいな、うん、歌もちょっと調子に乗って出させてもらったんですけど、歌ってくれって言うから歌ってみたり、言われたことなら何でもやろうかなっていう、もう NG は僕ないんで。いいっすね、そんな感じです、イメージは。はい、あ、俺あの荒野行動のやつ俺 やりたかったっすよ、あれ。あ、じゃあ次回よ。俺やらしてくれ。俺めっちゃ得意っすよ、あのサバゲーとかやったことあるから。あ、なるほど。めっちゃ得意っすよ俺。サバゲーでよかったっすよ。めっちゃ得意。あれサバゲーなんだよ。あれゲームやるんすか。ゲームやるんだ。いや、じゃあガチサバゲーっす。あ、でしょ。そうっす、めっちゃ得意やからこれ。まあ、でもあの時はまだそのブレイキングダウン選手とは言えなかったじゃないですか。あ、そうそう、まあ、まだ登場してないんですけど。あ、そうなんだ。次回あ、もう得意取ってるやつなんですよ。結構前。あ、だいぶ前に取ってます。あ、そうなんだ。いや、あれみんなめっちゃ楽しんでました。本当に楽しかったです。僕も何回もやったことあるから、プライベートで。痛いんですよ、あれ結構でも。いや、普通にあざになりました、僕。あ、やってるんだ。もうぜひ次は。はい、もう、どんどん行きますよ。向こうに優子さんとか置いといてくれたら、置いといてくれ。ぜひぜひ、そういう面白いことにもぜひ呼んでいただけたら、はい、逃走中みたいなのやってくれたら、ぜひ嬉しいですけどね。あ、そんな感じでしたけどね。あ、そう、面白かったです。ああ、なんか。まあ対談できます。この後こっから。はい、おこっから。今度は僕が聞かれる立場の方がいいかなって。うん、そうですね。バンさんからの。そうですね。はい。じゃあ続きはバンさんのチャンネルで対談やるので、うん、はい、概要欄から、見に行ってください。はい。そんな感じでこちらは終わります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。